じめに高宮木茂先生に敬意を表し謹んで黙祷を捧げたいと存じます。ご来場の皆様もご起立ください。お直りください。本日は、大変たくさんの方に来ていただき、深く感謝いたします。高宮木茂藩士十段追悼委員会、これより開催します。今日に向けて門弟一同鍛錬に励んできました。最後までお楽しみください。気をつけ、はい。プログラム1番舞踊いにまじん節クシムジュクイヤアンチュラサユカティクラリチンガマティマジンシャビラ。今年の米の作付けは見事な出来栄えで、蔵に積み込んで余るほど豊作であるというのが歌詞の内容です。門弟たちは高宮木先生が残してくれた稲穂です。門弟たちが大きく育ち、これからも茶壇道場を栄えさせてくれることでしょう。踊っていただきますのは玉城流小説会師範浅戸玉子先生です。
少年少女団体演舞高宮城先生の孫弟子にあたる茶壇、上田、読谷各道場から幼稚園、小中学生22名による突き蹴り、基本技、三鎮、半手話をご覧いただきます。指揮、中曽根浅尾五段。プログラム3番、団体演舞、三鎮の方。三鎮の方は、上地流創始者、上地漢文が明治40年代に中国福建省から伝えた方です。上地流系の方で、心、意、体を鍛錬するための基本となる技です。演舞者は、茶壇道場、上田道場、読谷道場の男性15名。指揮、比嘉敏夫、半紙10段。